今予約受付されてる JAF オリジナルのダイナレッカー車と日産ジュークセットのジュークってこれかな。はい、皆さんこんにちは。今日紹介するドミカはこちら、 JAF オリジナル日産ジュークです。はい、しっかり見ていきます。この特注トミカは JAF オリジナルの日産ジュークだね。正面から見るとこんな感じだね。日産のエンブレムがプリントされてます。で、ヘッドライトはシルバーの塗装になってるね。で、ボンネットのところには JAF ってプリントされてます。で、ボディカラーは JAF らしくこのブルーとホワイトだね。なんかすごく安心感を感じるね。で、横から見るとこんな感じだね。JAF のロゴがプリントされてて、日本自動車連盟ってここにもプリントがされてます。で、フェンダーのところにはジャパンオートモービルフェデレーションってプリントされてるのかな。で、後ろの方はこんな感じだね。 JAF と日産のエンブレムがプリントされてます。で、運転席側の側面はこんな感じだね。これは反対側と同じデザインになってるね。で、ルーフの部分はこんな感じだね。特にここにはプリントは何もないです。で、タイヤはサスペンションがついてます。で、あとドアとかテールゲートとかこういうところが開くギミックはついてないね。で、裏の方は日産ジュークナンバー27番の2010年の写真になってます。で、全体的にプリントもしっかりされてて、シールの部分も一箇所もなかったね。すごくいい感じにできてます。箱の方は正面のパッケージにジュークの写真だね。この部分に JAF のロゴがプリントされてます。で、側面はこんな感じだね。日本自動車連盟ってプリントされてるね。で、裏の方はこんな感じです。日産のライセンス商品だね。はい、今日は JAF オリジナルの特注トミカ日産ジュークを紹介しました。で、今予約受付されてる JAF オリジナルのダイナレッカー車と日産ジュークセットのジュークはおそらくこの車両かな。で、色合いが微妙にこう違うように見えるけど、実際のトミカと写真との違いって感じかな。で、ページの下の方を見ていくとここに出てるね。大人気の日産ジュークとセットにしてお届けって書いてあるから、おそらくこのトミカで間違いないかなと思います。で、このトミカのようなデザインの車が JAF のサービスカーとして走ってるんだね。実車として存在してます。で、このトミカは2017年に購入したトミカだね。開封せずにそのままになってました。で、当時は JAF のオンラインショップで買って、確か1個800円ぐらいだったと思います。で、JAF の実際のデザインが再現されててすごくいいね。他にもたくさん JAF の車両出てるけど、そういうのと一緒に並べてみるとすごくリアル感あるね。で、今日の動画を参考にしていただいて、今予約受付されてる日産ジューク検討してみるといいと思います。はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。またチャンネル登録もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。